これからウォンバットに大接近というイベントを始めます。今日はウォンバットを知ってる方が多そうなのであの特に細かい説明はいらないかもしれないですけど、まあ、質問とかあったらまた聞いてください。とりあえずこの子の紹介だけしておきます。ももこちゃんという、ね、女の子でもう25歳になるので、まあ、おばあちゃんといえばおばあちゃんという年になります。ちょっと前にあの東京オリンピックで少し日本もテレビで盛り上がりましたが、この子も長野オリンピックがあった時にオーストラリアのシドニーの州から受けていただきました。なのであの長野でもうオリンピック20周年になるので、長野に来て20年になることになります。父ちゃん分かってきてよ。来た時には3頭おりまして、オスとメスとメスと来たんですけども、この子が一番人工保育されているせいなのか、とても人に慣れていて、まあこういうことをやっても気にならないというか、むしろ人の方に寄ってくる子なので、今回こういうようなイベントをして、まあ、皆さんにもっとウォンバットのことを知ってもらえればと思って開催しております。ちょっとね、今日は今まだ寝起きで放送してますけど、動き出すと結構近くに来たりしますのでね、そしたらまた触れてみてください。うん、帰りたそうだしてるからってよく言われるけど、これ絶対帰らないのでとりあえず今日はこの中で見てもらって、おいしい、おいしい、なんかまあ顔汚いんだけど今この子で32キロの体重になります。でなんか鼻の周りすごい真っ黒なんですけど、結構ウォンバット
あの賢いところもあって、結構扉スライドドアだったらスライドして開くってことが分かっていて、多分これ鼻で一生懸命こすってたんだと思うんですよね。で扉の汚れがついてたりとか、あと冷蔵庫とかも結構手で自分で開けて中の草とか買って食べたりするので、意外とそういう記憶力とかもいいみたいな。ウォンバット草食性で草食べるのが一番、この子は草が一番好きなんですけども、最近分かったのが結構レーズンですとかアーモンドとか結構喜んで食べるんですね。で目はあんまり良くないと言われてるんですけど、匂いには結構敏感なので、多分ここに持っていることは分かっているんじゃないかなと思う。階段登っていい、食べる食べる。手汚いんだけど。食べた食べた食べた。食べた。うん？すごい。アーモンド。これがおかしいね。めちりしょ。触りたいってこっち来たのに。これ上行った。いい子なんか食べる姿勢ずかもしれない。これは。食べてみる。取るかな。チュッと食べてみる。食べるかな。あ、落ちた。ここ。落ちたんじゃない。また指差してる。
ここ。強制的にやるかどうか。じゃない。地元の今日は落ちない、ね、もう一回あげる、うん、あげようかな。まだ残ってる、うん、あ、うん、割ってみた、割ってみた、ね、止めてた、あ、食べられない。汚いんだよ。うん、汚くなくて。どう落としてるの？何の音？この木でした？この木があった？黒くね。この木。止まったよみたいに。